我が家はにゃんこ日和なり第29話にゃんこ弁当。にゃんこと暮らしていると服が毛だらけになる。料理にもたまに猫の毛が。お弁当にはほぼ毎日入っているらしい。でも気にせずに食べている。これは長男の毛だな。朝のお弁当作り。チーズを取り出すとぴょこ、ハムを取り出すとぴょこぴょこ、にゃんこたち登場。お弁当作りがはかどらないのでちょっと揚げる。こうして味を締めていくのであった。続く。